疲労がピークだわってですよね。金曜日だからね。休んでこ。生写真届きましたって何の何のってでもあれは三つ編みのやつか三つ編みのやつ、ね、てかそうなんかハロウィングッズ販売されるんですけど11月にいやおごんないあれそれとは別になんか10月に発売されるってことなのかな私ハロウィンの撮影したんですよ変わったのかな当時から撮影した当時から販売ってか変わったのかもしれないけどそう私ちゃんとハロウィンのその何この今度発売されるハロウィングッズは私はいないんですけどもう発売する頃には卒業してるのでないんですけど私ハロウィンの撮影は一応したのでハロウィンの衣装を着ていやわかんないちゃんと生写真として月の生写真として販売されるのかもしれないし当時撮影日から販売日が変わったのかもしれないしあまりしてもそのハロウィンのグッズ福袋みたいなやつの中にもちゃんと生写真もあるのよみんなのねだからもしかしたら販売が変わったのかなまあ私はいないです、はい、11月発売なのでそこに卒業してる、ね、すでにしてるメンバーはいないです。私ねここ3ヶ月くらいスタバとはちょっと距離を置いてるんです別に大した理由はないですけど特に理由はないけどちょっと距離を置いてるのででもチョコめっちゃ美味しそうだよねコンサートのサインは書き始めました、はい、
でも私は2日間しか参加しないので、みんなとは100枚くらい、みんなより100枚くらい少ないんで、ありがとうございます。でみんなあれかな、300いくつかな、300何枚なんですけど、私は200何枚かなんですね。あ、なんかえあれって何、全員もらえるのかな、来た人。答え、そうで、いや割とすいません、あのサインが長い人とかは大変だと思うんですけど、私の場合めちゃくちゃ簡単なので、簡単です。あ、全員もらえるんだ。じゃあ、あの本当になんだろう、捨てないでください、もらった私の当たった方は捨てないでください、捨てずに飾りなのサインの席、何席に置いてあるのか分かんないけど、いただいてもらった人はまあなんかこいつもこいつももう卒業するし、最後にねもらってやるかください。ねえ、なんか人気メンバーに変えるのもいいけどねえ、ツイッターじゃん、 X か、 X でさ、変えるのもいいけど、人気メンバーにはもう終わりだねって、それのもう卒業します、10月に入ったらもう私は卒業します、はい、できるだけ劇場行きますねって、もう数回しか出ないけど、
何としても卒業する、何としても卒業します。はい、なんであと数回 AKB 劇場に立つ私を目に焼き付けてください。もう卒業したら二度と立つことはないので。まあでもあの10月の数回来るのもいいんですけど、10月31日の卒業公演も忘れずに10月31日は皆さん私のファンの方はぜひ当ててもらって当ててもらって卒業公演が卒業公演がお通夜だったらある意味泣いちゃうので、いや別にさ、なんかみんなが入ってくれればさ、あすごく安心なんだけどみんなが入ってくれればそれは安心なんだけど、入れなかったって、みんなが入れないってなった時にあっ怖いよね。なんかさ、そのまだまだ、そのまだまだだけど申し込み当選とかはね、登録とかはまだだけど、登録見てる時に他のメンバーのファンばっかだったら、あ、お疲れ様ですってはい、お疲れ様でした。で、皆様当ててください当ててください何が何でも。吉田さんに媚び売っといてください。分かんない、誰が分かんないけど、演目は気になんでね、見えません、僕たち以外ないです。
足が入っていくないってもうそれでいいよね。確かに。喋ろうとするとさ本当にさ咳が出るんだよね。どういうこと本当。もう1週間くらい。コロナの時もそうだった。1年前のコロナかかった時もずっと治ってから咳はしてたんですけど、でもコロナも陰性だったし、インフルコロナ陰性だったし、別になんかコロナのようなかかった時のような症状も出てたってわけじゃないし、熱くらい。何なんでしょう。まあでも元気なんでいいんですけど、喉強いですよ。喉強いし体も強い方でした。今まで24年間生きてきて、ただの熱、風邪で熱を出したこと一度もないくらい、熱が出た時は何かしら、まあ、インフルだったんですけどね。えだってことはね、この前初めてただの熱ただの風邪で熱が出たっていう記念すべき日でした。本当にだって1年前コロナにかかった時ももう何年も熱出てなかった状態での熱だったので、ねえ、ついに24年目人生25年目コンサートは始まっても私はまだ始まってない。まあでもちょっとリハスケ来たんですけど、ちゃんとリハスケ来たので
レッスン日とかも決まってるんですけど、まあみんな大変そうだねって3日間でメンバー本当になんか今回大変そうだなっていうスケジュール私もちょっとは大変なんだけどかわいそうって思うくらい。同情するくらいやっぱねえ、武道館3日間を一気にギュッと詰め込んだからね。みんな頑張れって金峰コンサート、いや金峰コンサートとかはさ、もうその1日だけだったし、1日だけだからその大変でもなかったんだけど、まあ一曲一曲の曲ごとの振りは、まあ、難しいってのもあったけどでもね大変そうみんな。去年の武道館の3日間も結構、いやそう、それより時間ないんじゃないかなっていうくらい短期間で詰め込まれ、めっちゃ詰め込まれてて、頑張りなさで私はこれから始まるんですけども4位まではレッスンで分かるよねって。おお、いや全部分かるよ。え、分かんないのかな、私全部瀬戸で確認してないわ
そういうことね。1位か3位か順位ってことね。まあまあね。でも何の曲は分かるわ、何の曲3曲は分かるわけだから、もっと興味持ってって話よね。英語どうですよ、なら。3、4、3、2、虫よ3、1、シャムネコさんでした。